東京金融賞二千二十一表彰式を行います。司会進行は私朝原かな子が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに、東京都政策企画局国際金融都市戦略担当局長小玉栄一郎より皆様へのご挨拶、並びに東京金融賞の概要。 受賞事業者についてのご紹介をさせていただきますお願いいたします皆様こんにちは東京都の児玉と申します本日は東京金融省の表彰式にご参加いただきまして誠にありがとうございます私からは東京都の国際金融都市を目指す取り組みと東京金融省の概要についてご説明をさせていただきます 東京都は金融の活性化を東京の成長戦略の中核に位置づけ平成29年に策定した国際金融都市東京構想に基づきさまざまな施策を展開してまいりましたそして国際金融をめぐる情勢の変化を踏まえ昨年11月構想2.0へとバージョンアップを図りましたサステナブルリカバリーを実現し東京を世界をリードする国際金融都市へと 進化させててていくため新ため新な構想では3つの柱を立てております具体的にはスライドの中ほどにお示ししているようグリーンファイナンスの推進金融のデジタライゼーション金融関連プレイヤーの集積の3つでございますそして国際金融省は国際金融都市東京を国内外に発信する象徴的な取り組みとして 実績を積み重ねてきており、今回で4回目の開催となります。続きまして、東京金融省についてご説明いたします。東京金融省は2つの部門で構成されております。1つ目の金融イノベーション部門は、都民や事業者の金融サービスに対するニーズをもとにテーマを設定し、 それらを解決する優れたサービスを提案した事業者を表彰するものでございます特典として賞金に加えましてメンタリングやビジネスマッチングなどの支援プログラムを提供いたしますもう一つは ESG 投資部門ですこちらは ESG 投資の普及活動に積極的な事業者を表彰するものですが今年度は新たにグリーンファイナンスの取り組みにおいて特に優れた事業者を グリーンンファイナンス知事特別賞としして表彰いたします次に東京金融省にプロセスについてでございますスライド下段にありますよう受賞企業の決定までには多くのプロセスを経ておりますまず昨年の5月に都民や事業者の皆様から金融サービスや ESC 投資に関するニーズ等を募集いたしましたこれをもとに決済資産運用などの 6つの分野で計34テーマを設定して事業者の募集を行い両部門合わせて国内外の29カ国から138社と非常に多くの方々からご応募をいただきましたこのうち金融イノベーション部門では一時審査を行い通過した16社に対して支援プログラムを提供しビジネスプランをブラッシュアップしていただきましたそして最終審査では 両部門とも熱意にあふれたプレゼンテーションをいただき、トータルで14時間にも及ぶ審査を経て、受賞企業を決定し、本日の表彰式を迎えております。ここで、今回の審査にご協力いただきました委員の皆様をご紹介させていただきます。まず、審査委員長でございます、フューチャー株式会社取締役で、 東京都チーフ国際金融フェローの山岡弘美様でございます。え続きまして、審査員でございます。株式会社オフィス・リベルタス取締役、ファイナンシャルプランナーの大江佳代様です。続きまして、両部門の専門委員をご紹介させていただきます。まず、金融イノベーション部門の専門委員でございます、東京都立大学教授の内山智則様です。 同じく一般社団法人、日本ベンチャーキャピタル協会常務理事の坂本慎介様です。同じく森浜田松本法律事務所パートナー弁護士の増島正和様です。続きまして e s c 投資部門の専門委員でございます、日本サステナブル投資フォーラム会長の荒井勝様です。同じく PRI ボードメンバーのエヴァ・ハルバーソン様です。 同じくお金のデザイン研究所所長であり、東京都立大学特任教授、京都大学客員教授の加藤康之様です。審査員の皆様には改めて御礼申し上げます。え続きまして、受賞企業をご紹介させていただきます。まず、金融イノベーション部門1位でございますが、銀行口座、保険、証券、相続など、 自身の金融資産を一括で管理できるサービスが欲しいというテーマについての解決策をご提案いただきました。G バンクテクノロジーズ、OU 様です。第2位が、セキュリティの強化等、金融犯罪を未然に防ぐサービスが欲しいというテーマについての解決策をご提案いただきました。株式会社、カウリス様です。 第三位が保険に関する手続きを簡潔にしてほしいというテーマについての解決策をご提案いただきましたトラクタブルリミテッド様です続きまして ESC 投資部門でございますまずグリーンファイナンス知事特別賞はカーボンゼロを目指す新しい投資ファンドを創設されたダイワアセットマネジメント株式会社様です 続いて農業と食をブロックチェーン技術を活用して結びつけた野村ホールディング株式会社様ですそしてインドにおける気候変動等の解決に向けて投資を実践されている SBI CAP ベンチャーズリミテッド様でございます皆様方には東京金融賞の受賞に心からお祝い申し上げます 今回の受賞が東京における皆様のますますのビジネス拡大につながることを期待しております東京都といたしましても皆様の取り組みがより一層周知されますよう最大限のお手伝いをさせていただきたいと考えております本日の表彰式では受賞企業の皆様方のプレゼンテーションを予定しておりますまた表彰式終了後の15時40分からは最終審査まで進んだ 十六社のうち受賞企業を除く除く十三社によるプレゼンテーションを実施します今回惜しくも受賞は逃したもののいずれの事業者様からも素晴らしいサービスをご提案いただいておりますぜひ多くの皆様にご覧いただきたいと存じます最後になりましたが世界をリードする国際金融都市東京を作り上げていくためには東京都としての努力はもちろんのこと 本日ご参加の皆様方の、お力添えが不可欠であると考えております。東京都の国際金融都市としての、取り組みに対する。引き続きの、引き続きのご協力をお願いいたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。改めまして、東京金融庁の辞書、誠におめでとうございます。ありがとうございました。皆様に、ご挨拶をさせていただきました。 ありがとうございました続きまして受賞事業者様によるプレゼンテーションを行っていただきますまずは金融イノベーション部門第3位を受賞されましたトラックタブルリミテッドによるプレゼンテーションですプレゼンテーターはトラックタブルリミテッドアジアパシフィック統括責任者堀田翼様ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします ただいまご紹介いただきましたトラクタブルの日本とアジアパシフィックの責任者を務めている堀田と申します。今日は一番手ということで少し緊張しますが、どうぞよろしくお願いします。本日なんですが、台風の被害における保険金支払いをこれまで数か月かかってたものから数日に短縮する AI ソリューションについてプレゼンさせていただければと思います。こちらは昨年7月弊社と 損害保険グループの MSAD 様との取り組みを日経新聞さんで取材いただいた記事になりますが、風災における建物の損害算出で画像認識 AI、コンピュータービジョンです、ね、を活用するというのは世界でも初の取り組みでございまして、今、世界中の大手損害保険会社さんが弊社と MSAD さんとの取り組みに注目いただいております。まず簡単にトラックタブルの簡単な紹介をさせていただければと思います。 弊社は2014年に創業されたロンドン初の AI スタートアップになります。自動車事故や自然災害からの早期の復帰を実現するというのをビジョンに掲げています。今、世の中には様々な AI 企業、AI スタートアップがありますが、こういった特定の領域、バーティカルに特化しているというのが弊社の最大の強みと特徴だというふうに考えています。実際、自動車事故ではですね、今、日本にあるメガ損保様4社すべてで弊社のソリューションを導入いただいて、 年間数十万件ののの自動車事故の損害査定に弊社の AI を使っていただいていおりま,すまた、昨年の6月には、金融サービス向けの画像認識 AI、コンピュータービジョンで、世界で初めてユニコーン企業、企業価値が1000億を超えるということができました。では、今回、弊社がどういった課題に取り組んでいるかというのを、台風が実際に起こってから保険金支払いまでの流れをもとにご紹介できればと思います。こちらは、左側から右側まで、 台風が起こった時の現状の保険保険支払いまでの流れになっています被災後まず契約者さんは保険会社に電話等で事故受付をされますその上で保険会社から必要な申請書類をご自身のご自宅まで郵送されて契約者さんが修理業者を選定されまその業者さんがご自宅に訪問して現地調査をして見積もりを作るというプロセスになっています 被災のエリアで修理業者の数というのが限られる中で、これは台風の被害にもよるんですが、場合によってはここまでで数週間かかってしまっているというのが現状です。で、その上で契約者さんが申請書類と見積もり書を保険会社のままで送られて、今度は保険会社さんの方で審査、問題がなければ支払いに進むんですが、保険会社も台風の被害によっては人手不足が深刻な状況でして、ここでも数週間のプロセスがかかってしまっている。 実際に台風が起こってから保険金支払いまで数ヶ月かかっているというのが今の現状です。これは当座の資金ニーズが必要な契約者さんですとか、より早期の修理の着工の物契約者さんの不便につながっておりまして、非常に大きな社会課題というふうに思っています。加えてですね、この台風の大型化ですとか、頻発化がこれから予想される中で、ますますこの状態というのは深刻な状況になるというふうに考えています。 ここでですね、弊社は AI の技術を活用することで、このプロセスを数ヶ月から数日に短縮できると考えています。こちらの下側が、弊社の AI を活用した新たな流れになっております。これまでどおり、自己受付までは変わらないんですが、自己受付後、弊社の Web アプリをお客様のスマホまで、ショートメールでリンクをお送りします。今度は KS さんがそのリンクをクリックして、損傷箇所、例えばご自宅のフェンスとか、 カーボート撮影いただければ、その画像を元に損害額を算出します。これを最後、保険会社の担当者さんがチェックして、問題なければ保険金支払いに進むという流れになります。これは単なるビジョンではなくてですね。実際、昨年の台風16号では、msad グループさんの実際の契約者さんがこのソリューションを活用されて、業界では初となる数日での保険金支払いというのを実現しております。 これが実際のスマホ上での画面のイメージですが、より具体的な流れは、これからご覧いただく動画をご覧いただければと思います。動画の再生の方をよろしくお願いします。 今ご覧いただきました通り AI の技術を活用することで当座の資金が資金ニーズが必要な都民の皆様ですとかより早い修理着工を望む都民の皆様にこれからも貢献していきたいというふうに思います本日はご清,聴ご清聴いただきありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたそれでは続きまして金融イノベーション部門 第二位を受賞されました株式会社カウリスによるプレゼンテーションですプレゼンターは株式会社カウリス代表取締役島津敦義様ですお願いいたします皆さんキャッシュレス決済使っていますか最近いろんな種類の決済手段が出てくる中 ニュースでの報道の通り利用者が急増すると同時に不正利用も急増しています国際金融都市東京を目指す上でもさらなるセキュリティ向上は必要であり国際組織からも改善を求められていますその背景には急増する決済ユーザーの本人確認実在確認の対応が 追いつかなくなってきていることがあります皆様がお金を預けている金融機関はマネーロンダリング対策の観点から本来2つの大きな責任が求められています1つ目に口座開設時の本人確認実在性の確認です2つ目に口座開設後継続的に皆様の情報更新をすることが求められています しかし、この2つの対応には、大きなコストと手間がかかっています私たちの取り組みでは、網羅性のあるデータ、電力会社の持つ情報を活用することで、その決済ユーザーが実在する人物かどうかを確認、成りすまし利用を防止し、皆様の金融資産をお守りしています。 私たちは2019年に個人情報保護委員会、経済産業省から承認をいただき、この取り組みを始めました。今後もさらなる不正利用防止のため、政府、電力会社と協議の上さらなるサービス拡充を図ってままいります国際金融都市、東京を実現のために、カウリスはさらなるセキュリティの向上に貢献してまいりますあ、はい、あのカウリスの島津と申しします今日よろしくお願いいたします。 あの当社の取り組みがですねセキュリティをあを皆さんの,あの金融のソリューションをあの使うにあたって裏側にあの悪い人たちがたくさんあの増えてきているとでそれをあの守る、守りするためにあの作っているサービスとあとあの電力会社さんとのパートナーシップであの彼らの保有するアセットであるあの個人情報を活用することであの皆様を安全にあのトランザクション、決済があの生まれるあのインフラになれようと思っております。 でまず会社なんですけれども、設立が2015年ですので、6年ちょっとだった形になります。で、サービス提供を進めていく中で、あの最初は不正にログインされて、個人情報が閲覧されないようにするのを守ろうと思ってたんですけれども。 毎回毎回口座を開設するもしくはあのインターネットサービスあのインターネットバンキング等を使う時にログインページをずっとモニタリングしてると急に全く違う端末からログインがあった時にこれなりすましなんじゃないかとか急に不特定多数の端末からアクセスがあるとこれって個人の口じゃなくて真似の口なんじゃないかっいうことをモニタリングしたいとだからそういったあのニーズがあの非常に増えてきていた中で今あの実際にお顧客属性でいうと90%近くがですねあの金融機関あの証言会 クレジットカーであの当社ですねあの J スタートアップにあの採択された時にですね最初の,あの選定企業の中ではセキュリティインダストリーで当社だけでございましてあの何をやってるかちょっとあの字がちょっと大きくて気をですけれどもあのログインをするもしくはスマートフォン,ンあアプリバンキングを立ち上げた時にアプリが起動してログインをするときにあれ過去に いつも私だったら MacBook を使って大手町からログインをするんですけれども急に北九州から Windows 端末でアクセスがありしかもキーボード設定が日本語ではなくて全く違う外国語だったとっなるとあの過去にログインヒストリーから見た時に全然逸脱しているアクティビティが起きているとでその場合にはリスクが高いのでお客様の個人情報を禁止されられちゃうのであのリスクが高いアクセスの場合には お客様にほぼリアルタイム、0.1秒ほどでの戻しして、ログインをブロックしていただくということをやって監視させていただいてます。で、当社がもともと上流工程で口座を開設するとき、もしくは口座開設されてログインをするときに、リスクが高い端末が来てないかどうかっていうのをモニタリングさせていただいて、例えば銀行 A さんで不正送金使われたとか、銀行 B さんでこれは給付金の詐欺の口座にひも付く端末だったとかってことが分かったときに、その端末情報が事効に来てるかどうかっていうのを 合わせてモニタリングさせていただくということをやったんですけれども、今後はですねあの端末情報のみならず、黒かったとも黒いと特定されたような口座情報をリアルタイムにシェアしていくということもあの将来的に展開していこうかなと思ってますと。そうした中でで端末の情報だけで いいか悪いかを判断するというのはすごく難しくなっているという背景がありまして、皆様、もスマートフォン、iPhone とか、Android 端末が使っていると思うんですけれども、Google さん、Apple さんがプライバシーをどん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 強化していくという動きをすると、犯罪者にとってのプライバシーというのはどん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 強化されていく、結果的に誰が本当に正しくて、誰が悪いのかというのはどんどん見えなくなっていくとするならば、端末以外の情報も活用せざるを得ないというのが、2018年、19年に私が考えたことでございまして、これを、 全ての日本国民の、あの全ての,あの世帯と取す引、ね、取引なるところといったら、電気が水道、通信経営リさんだろうということで、その時にちょっと電力会社さんにです、ね、あのお話しさせていただいたところ、よし、やってみようとあの手を挙げていただいてくださった方が、あの関西電力様でございました。今、分社がされてまして、関西電力総配電様という名前に変わっているんですけれども、関電様がです、ね、電気を発電して、氷の契約があったらそこに送るっていう。 電気を作って運んで契約をするって、3ファクションあのファクションあるんですけれども、真ん中の送配電という会社様とですね、パートナーシップをさせていただいてまして、個人情報保護委員会さん、経済産業庁さんから認定をいただきまして、サンドボックス制度、当時、確か私、3号案件か4号案件なんですけれども、2019年3月に認定されておりまして、実証開始してますと。 でこのです、ね、サービスを活用できれば、まあ、オンラインバンキングの不正の開設、あの疑わしい取引の届け出っていうのが今、45万件ほどで推移しているんですけれども、あとあのインターネットの不正の購入。 あの人のですね。クレジットカード情報を盗んで e コマースで物を買うっていうトランザクションがまだ、あ、今250億円から3。だいたい300億円ぐらいまで来てるんですけれども、その時に本当にその人のかどうかを端末プラス、あのアセットである。個人情報を活用するってことができるといけるんじゃないかなという風うに思ってます。まあ、ちょっと金融機関様向けですけれども、これはあのマネロンの対策の監督のところの指針が出てます。けれども、あの支度が囲ってある。あ金融機関に関する継続的。ここ管理もしくは取引のモニタリングのあの。 やると。ここら辺にあのんにガイドするようなサービスになっています。これ何かというと、エンドユーザーがですね、まず第1弾は、口座開設したときに端末の情報をわせてあの、お申し込みの情報の一部を我々にお預かりいただけます。で、その情報を電力会社にぶつけることで、送配電の有無とかを確認することで、リスクの高い申し込みかどうかをチェックするということをさせていただいています。で、これはあの事業化 OK というふうに言われているものなんですけれども、プラ,プラスアルファ、 定期的に一度口座開設したものが、例えば私が中学校の時に作った銀行口座の時は、住所も電話番号で今と異なってますとで。あの銀行さんあの金融機関の皆様って 口座開設後も定期的に本当にその人が使っているのかどうか、使っているとするならば、その人が今どこにお住まいでどんな電話番号なのか等々を、情報を定期的にアップデートしなきゃいけないということが、今回、FATF の,の監査の結果でも言われておりますので、定期的にあの電力会社に情報をぶつけることで、リスクの高い口座に切り替わっていないかどうか、危ない人が使っていないかどうか、それをモニタリングする、結果的にリスクの高い口座を洗い出したならば、その方にはちょっとご退場いただくというか、リスクの高い口座からあのあの皆さんの お金が流れないようにするとそういっったネットワークを作っていくといくうのが今回の取り組みでございます。で、今、なんとかペイさんとかもすごく普及していると、オンライン決済っていうのが、日常的なコンビニエンスストアでも決済される世の中になっているので、リアルとデジタルがものすごく融合しています。で、今回の規制っていうのが、電力事業法、個人情報保護法、場合によっては犯罪収益移転防止法っていろんな法律がですね、過去作られているものが、だんだん業界を、インダストリーがですね、浸食する中ですね、当局との連携と、 あのテクノロジーの合わせるのと、あとは、あの大企業のアセットである情報。この三つをですね、組み合わせていくことで、このサービスを広く普及することで。あの日本における、東京における犯罪者を抑止していくと、いうことをやろうと思っております。はい、以上、あのカーリスでございました。皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。島津様のプレゼンテーションでございました。ありがとうございました。続いて、金融イノベーション部門。 1> 第一位を受賞されました GBank Technologies OU によるプレゼンテーションです。プレゼンテーターは GBank Technologies OU CEO ラウル・アリキビー様です。どうぞよろしくお願いいたします。 One of the first things she needs to do in Japan is to set up her bank account so she can get paid for her work. Unexpectedly, this turns out to be very difficult. Banks close early at 3 p.m., so they're inconvenient to visit. If she doesn't speak Japanese, banks are reluctant to open an account for her. And even if she succeeds, she only gets a bank book and a plastic cash card. Internet banking is also limited, usually available only in Japanese. And no credit cards for foreigners. Maria supports her family back home, but sending money overseas is not cheap. Banking services in Japan are inconvenient and expensive. Giga has a solution for Maria and other foreigners coming to Japan. Maria just needs to download Giga app and start using it. She is able to open a real bank account in Japan from her mobile phone, the process taking less than five minutes. And it's done in her own language everyday banking services bank accounts payments credit cards and international money transfers are just the start in the future more various life services functions will be bundled into the giga app making it effectively maria's personal control centre for everyday finances transaction history data will be collected allowing her to build trust for her accessing credit and loan products maria will be able to elevate her life in japan and enjoy her stay more fully Finally, if Maria moves back to her home country, she'll be able to take her credit history with her and use it for elevating her life back home. Giga, banking in Japan made easy. Hello. I'm CEO of まだクレジットカードを直接私の祖国で作ったクレジットカードを使っています。妻の名前とそれからまた日本,の日本において銀行から借り入れをする機会はないと思っています。この東京というのはもちろん国際金融都市になろうとしているわけです。 そして、多くの外国人が東京にやってきています。また、フリーランス、また、ギガワーカー、パートタイムとして、多くの外国人が日本で仕事をしています。そして、もし、日本の金融制度が彼らにとって整っているかどうか、海外から来た人にとって整っているかどうか聞いたときには、答えは、いえと。 いいうことが多いです私にとってはインターネットバンキングとしてもやはり日本でインターネットバンキングのサービスを英語で展開してくれるところは非常に限られています私も最初に日本に来た20年ほど前ですけれども非常に驚きましたプラスチックのキャッシュカードが出てきたわけですけれどもその状況がまだまだ変わっていないということです今日多くの人たちが 日本の日本語を離さない時に銀行からサービスを得ようとすると非常に不便な思いをすることがあるわけですそしてもちろん信用されていないということがあるでしょうですから金融サービスをなかなか享受することができないということですもちろん銀行の側から考えると当然だと思いますやはり日本の銀行としては 海外から来た人というのは儲けにならないということだと思いますそしてこういった外国の人たちは日本語も話さないそして銀行としてはこの借り貸し出しをすることによってお金を稼いでいるわけですけれども外国人は儲けにならないということだと思いますまた外国人ということであるとハイリスクの顧客というふうに考えられることがあり歓迎されないわけです ですから、このようなローン商品にアクセスできない限界コストが高いという人に対して実際にいろいろなそのお客様のことを知ったりマネロン対策をするよりはだめだという方が簡単だということになるんでしょう。それでででははなかなかか問題が解決しませんですのの日本というのは いろんなデジタルバンキングのモデルがあるわけですけれども、ほとんどの銀行はまだ英語でのサービスが展開できていない中で、私たちは100%デジタル UX で自国が使えるサービスを展開しています。そして、また他のライセンスの これキャッシュレスの支払いサービスのオペレーターのライセンスがあるということを利用し、このオーソライゼーションによってサービスを展開することが可能になります。そしてまた、個人の取引データを蓄積していくことも可能で、そういった蓄積によって信用を築き、さらなる金融サービスに導いていくことが可能となります。 これはモデル、ヨーロッパではすでに使われているものであります、アメリカでも使用されているもので、クライアントファーストの考え方、えー、つまりクライアントというのはエンドユーザー、そのエンドユーザーの声を反映したものになっています。そして単なるンバンキングサービスではなく、ひ、えー、いてはさまざまな金融サービスに接続できるプラットフォーム。 を持つことによって例えばローンや保険などですね、そういったさまざまな金融サービスに接続するプラットフォームに基づく課金となっていますそしてこのようなことで新たな信頼のモデルを作っていくことが可能だと思っていますそしてまた自分たちの国に帰った時にはこの信用履歴をそのまま使うことができるということですまあかなりスピードを上げて取り組んでいるんですが これは東京におけるマイルストーンです日本のマーケットに合わせたアプリケーションの開発を行っていますが日本のチームが対応していますさまざまなパートナーと協力しながらそして実際にパートナーとの契約の署名も行いましたこれは東京のパートナーですそして今年の夏にはできれば MVP をリリースできればと思っています そして、日本、東京に住んでいる外国人に対してのサービスが展開できればと思っています。私たちのチームのメンバーです。銀行の知識があったり、また国際的な経験、背景を持ったメンバーがおります。ですので、こういったメンバーとともに実現していければと思っています。本日はあありりがとうございまました。それでででここで審査委員長でありますフューーチャー株式会社取締役、 そして東京都国際金融フェローの山岡博美様より金融イノベーション部門の審査公表をお話しいただきます山岡様どうぞよろしくお願いいたしますはい、ありがとうございますただいまご紹介いただきました山岡でございます、えー、今回も本当に迷いましたね あの審査員一同本当に悩みましたあの私はあの音楽が好きなんですけれどもよく音楽コンクールなどを見たりするんですけれどもこのコンクールの歴史というのはこんなもう世界のスーパー音楽家が若い頃にコンクールで予選で落ちているとか決勝に残れなかったそういう話は枚挙に戸惑わないわけです。 ですから、もう審査員というのはこんな素晴らしいものを見逃していたのかとお前らの目は不思議なのかと言われるのが宿命ということでありましてそれは分かっているんですけれどもその中でも審査員一同頭を振り絞って選ばせていただいたのが今回の3社ということでございます。えー、まずですねトラックタブル様、えー、こちらはですねあの審査員からも非常に難度の高い取り組みだと。 いうこと意見が多かったです。これは、えー、もちろんのことながら、例えば。自動車が、あの、まあ、例えば、被害に遭いましたというときに、自動車すべての世界中の自動車が。一つ種類しかなくて、全部同じ部品でできていたら。精度を上げるというのは、そんなに難しくない。だけれども。家というのは、一軒一軒違うわけですね。この中で、どうやって精度を上げるのか。それから、インセンティブ問題ですね。例えば。 この査定によって AI の査定で十分な保険金がもらえたと思ったらそのまま受け取るけれども AI じゃなくて人間が来て査定してくれたらもっともらえるはずだと思ったらやっぱり人間が来て査定してくださいという話になるということですよねそういったインセンティブ問題があるということでこれは現実にビジネスをやっていく上ではいろんなハードルはあるだろうと思いますただこの取り組みは世界にとって必要な取り組みだろうというのが大きな理由です。 火事とかまあ自動車事故、これは分布が散らばるわけですね。ただ、今世界で直面している問題というのは、自然災害であるとか地震であるとか、一箇所に集中して起こる、そういう時には保険金の支払い請求が集中してくるわけです。そういったものに対処しなければならないという、この使命感、そしてこの難度の高い取り組み、 を行っていこうというその決意そこを高く評価したということでありましてあの選ばしていただいたということであります、えー、それから、カウリス様、こちらもですね、これも非常にあの重要な取り組み、今、の先ほどご紹介ありましたけど、パトフというのがあって、マネロン、KYC に関する規制は非常に厳しくなってきています。このの中でやはりあの まあ世界の銀行の中には国際送金から撤退しようかとか KYC が大変だからというところもあるわけですね。この中で電力を使おううというこの発想ですねでやはりあの、まあ、よく外国で口座を開催するのは大変なぜかというと電力のビルとそれからソーシャルセキュリティナンバーを持ってこいとでまたソーシャルセキュリティナンバーを取ろうとすると今度はあの銀行口座と電力のビルを持ってこいそういったことはよくあるわけですけれども。 逆に言うとどうやってこういうパブリックなインフラのデータを使うかということは重要な課題になってくるわけです。電力消費量というと昔はまあ経済をまあ分析するものの間では生産の先行指標としてすごく使われたわけです。で、今後おそらく電力のデータとか水道のデータそういったものはどうやってこのデータを他の目的にうまく使うか。 ということがきっと課題になってくるだと思いますそういった意味で複数のデータを組み合わせることで時代の要請に応えていくこの姿勢を高く評価したということでありますそれから g バンクテクノロジー様こちらも大変な取り組みだとは思います 申しし上げましたように例えばファクトフーの規制海外送金今国際送金から撤退しようという銀行も世界的に見ると増えているこれはいろんな意味でやっぱり難度が高い外国から来られる方はクレジットヒストリーがその国の中ではないわけですからそういう人々にどうやって KYC を行ってマネロン対策をして口座を持っていただくかこれ難度が高いと思いますただ東京が国際金融都市になろうとしているわけですから 東京が好きで東京に来ていただいて東京で働こうという方に金融サービスが提供できなかったらこれは国際金融としては言えないということでありましてこれも東京を国際都市にしたいのであればこれはどうしても取り組まなければいけない課題この課題に正面から取り組んでおられるということを高く評価させていただいたということでありますえ最後にですねもうこちらはですねもう私ども審査員の中でも 頭を振り絞りましたけれども見いだしていない価値とかバリューがいろんな応募者の方からあったかもしれませんそれを見直しているとすれば大変申し訳ないと思いますけれども私と申したら全力を尽くしましたしこの場をお借りして今回ご応募いただいたすべての方々に厚く御礼申し上げたいと思いますありがとうございました。ありがとうございました。 審査公表をいただきましたありがとうございましたそれではここからは ESG 投資部門受賞事業者によるプレゼンテーションですまずは SBI キャップベンチャーズリミテッドによるプレゼンテーションです 成長資金を必要とする価値ある企業は必ずしも株主資本にアクセスすることができません。なぜならインドの資金調達エクスシステムはこの必要な見込み客に対して適切な行動になっていないからです。インパクトファンドは財務的、環境的、社会的に魅力なリターンを生み出しながら持続可能な企業の育成に投資します。 ニーブファンドは、クリーンエネルギーへのアクセス不足や人間開発仕様の著しい低さなど、これまで一般的に民間投資の恩恵を受けられなかったインドの未開拓地域に投資します。ニーブはヒンズー語で在宅を財団を意味します。その名の通り、ニーブファンドは変革をもたらすインパクトを持ちながら、投資誘致に課題を抱える中小企業への投資を行う。最新的なインパクトファンドです。このファンドは、投資機関投資家や政府系投資家のパートナーによって運営されています。 史上初の取り組みとしてファンドのパフォーマンスは財務的リターンと開発的リターンの両方によって評価されます。ニーブファンドはインドの2つの大きな脆弱性に対処し生活を向上させ持続可能な開発目標に貢献するとともに気候変動の緩和と適用に取り組みインドがパリ協定の下で国として決めた貢献を達成できるよう支援します。低炭素エネルギー経路農業バリューチェーンヘルスケア教育などの社会インフラから 多様なポートフォリオを通じて気候変動環境社会的インパクトに向けて戦略的に資本を投下していきますそのインパクトは広範囲に及びファンドの目標を上回り400万人の生活にプラスの影響を与えていますまた支援対象者の50%が低所得者層です気候変動への取り組み29万人の人々にクリーンエネルギーへのアクセスを提供100万ドリ あたり125人以上のフルタイム雇用を創出し毎年さらに雇用を増やしていることは多くの先進国の平均を上回り資本の効率的な利用を意味します ESG の早期統合はリターンを最適化する脱リスク戦略です再生を保障し政策立案者と関わり規制の確実性をもたらし交尾と特別行動刺激策を構成することによって危険に危機に対応する新しいセクターと市場を可能にします アーリーステージのインパクト投資の波及効果は持続的な成長により他のソースからの触媒となる資本の流れを可能にすることに見られますこのポートフォリオでは3倍の資本を超大していますリターンを得るためにはエンゲージメントとインパクト戦略が重要ですニーブファンドでは深く根ざした社会的インパクトを生み出すという唯一の目標を掲げプライベートエクイティの下人に見合う長期的なリターンを実現しこれが成功していることが証明されていますニーブファンドは インドの中小企業のための持続可能な成長とインパクトのあるエコシステムを構築しています東,東京都知事そして副知事そして審査員の皆様、本日は誠にありがとうございます我々のファンドスライド次お願いいたします番2ページ目お願いいたします 我々の最初のファンドは75%が環境のセクターに投資されました。ニーブファンドはベンチャークリーンテクノロジー環境に特化したファンドです。ニーブファンドは 3, 3億4500万ドルの資金調達の態度。 ターゲットを持っていますインパクト戦略はファイナンシャルそして社会的環境のインパクトを与えるためです雇用創出そしてインフラへのアクセスクリーンエナジーへのアクセスを可能にしています金融会イギリスとの 金融機関とも協力していますヨーロッピアン・インバスメント・パーク中小企業に特化した銀行とも協力していますそして3000万ドルの投資を日本の日本 JICA からも約束されています JICA の参画によって インド日本のパートナーシップを証明するものですこれはサステナブルにインパクトを与えるような投資になるということです次お願いいたしますニーファンドは日本のビジネスも関与しています日本の企業でもニーファンドに密追などはテクノロジーの交流そして投資にも約束してくれていますこういうテクノロジーの 交流そしてコミットメントが二国間のエセミエコシステムに貢献します。東京それからそそして審査の皆様このようなチャンスをいただきましたありがとうございます。はい以上となりますありがとうございました。ありがとうございました。 それでは続きまして野村ホールディングス株式会社によるプレゼンテーションですプレゼンテーターは野村アグリプランニングアドバイザリー株式会社代表取締役社長ふ太野敦之様ですどうぞよろしくお願いいたします 野村アグリプランニングの太野と申しますこの度東京金融省 ESG 投資部門の賞を賜りまして誠にありがとうございます今オープニング私どもプログラムのアグリッチャーノの会員の皆様をお迎えするです、ね、プロモーションのオープニングをご覧いただきました改めて私ども取り組みの農業と食そしてフィンテックを融合した野村グループの取り組みをご紹介させていただければと思いますまず 弊社でございますけれども私どもは国内外の最先端テクノロジーですとか新しい事業モデルを新しい食や農業の,その事業創出あるいはそれが地域活性化につながるようなプロジェクトこういうのを調査・コンサルという立場で支援しているものでございます。 また、実証農場を北海道、さらにはちょっと千葉の方でも一部持っておりますが、えー、子会社で保有しまして、えー、ご覧のとおりです、ね、左下見ていただきますように、私ども補助の、えー、トウモロコシ畑でございますけれども、えー、こういうようなあの畑を持っていると、あの弊社、先ほど、えー、自己紹介しましたが、会社の名前が非常に長く、このアルファベットのカスラム字を取りまして、ナパという表記になっているかと思います。 えー、ただあの、えー、畑で作っているマスノはです、ね、ぶどうでもワインでもなく、ましてや株でもございません。えー、写真に出てますのが赤株に似てますけど、これはビーツでございます。えー、気候変動ですとか、環境、資源の問題はです、ね、この食と農業に関しては非常に極めて関連が深く、野村グループとしても重要な領域として捉えて活動、支援をしているところでございます。そしてブーーストリー、えー 世の中の権利のデジ,カデジタル化をです、ね、推進することをビジョンとしまして、野村グループ、そして野村総合研究所等の、えー、出資を仰ぎ、設立した、えー、ブロックチェーンのソリューションを提供するいわゆるフィンテックベンチャーでございます、まあ。こことコラボして、今回の取り組みを実施してまいりました、えー。この画面は全体の概要を示している図でございますけれども、その背景も併せて、えー 表記しておりますまず農業です、ございますけれども、えー、高齢化や耕作放棄地の問題、そして日本はフードマイレージでも世界一というふうに言われております。えー、コロナ禍、えー、飲食店は事業への影響も非常に甚大でございました。まあ、今後を見据えて、ですね新しい事業モデルも模索が始まっているものと思われます。また消費者もライフスタイルの変化により、食のリテラシーの低下ですとか、食品ロスも社会問題になっております。 まあこうした問題意識から私どもは農と食に関わるデジタルアセット市場を広めこれらの課題解決に結びつきたいという思いで開始をした取り組みでございます今回のプロジェクトは生産者とシェフが連携したブロックチェーンを活用したデジタル会員券を発行いたしますで会員は会員限定の料理農産物の定期購入限定イベントなどを楽し,めて楽しんでいただきます ただし、これはですね一般的な商品、サービスの通販でもなく、あるいは一過性の商品でもございません、えー。シェフや生産者にとりましては、継続的な販売につながるファン作りであり、また会員におきましては、特別なものや体験を受けてもらう、買う権利を資産家につなげてまいりたいと考えております。つまり私たちはは目指すのは デジタル会員のの流通市場の創出を考えていいるわけでございますこの流通市場が発展しますと、例えば、100円で購入した会員券の価値が高まりまして、150円で他の消費者に販売するとなります。つまり50円の利益が出るわけでございます。で、この利益を、会員券を売った会員だけではなく、生産者やシェフも享受できる仕組みをブロックチェーンで構築します。 そうしますと地域活性化やシェフの事業活性あるいは創作意欲などの向上につなげることができるかなと考えておりますすでにアートの世界はですね NFT 非代替性トークンで画期的な応用分野として注目スタート活動が始まっております権利が流通する仕組みはですね金融証券市場と同じでありまして農業や職人、 取り入れることによりまして、SDGs の12番、作る責任、使う責任をはじめ、幅広い項目に貢献できると考えているわけでございます、えー。こうしたブロックチェーンの技術的側面のみならず、このシェフと,この,シェフとのコラボというのが、私たちポイントと考えております。おいしい農水産物も料理によって価値が高まりますし、さまざまな世界観が広がると思います。 その第一弾としまして、野村ファーム北海道で生産した野菜を、東京でも3店舗経営します、著名なイタリアンオーナーシェフ、アルケッチャーノの奥田シェフに料理、監修した料理を自宅にお届けする、アグリッチャーノというブランドでデジタル会員券を販売したところでございます。アグリッチャーノは、味覚を呼び覚ます、地方再生が重要なコンセプトになっております。 人が美味しいと感じますのは、まあ、食材ではなくてですね化学調味料の味とも言われている昨今でございます奥田シェフによる食材かける食材で魅力的な農水産物の本来の味を引き出してお料理としてご提供し消費者会員の皆様の味覚を呼び覚ますプログラムになっておりますまた奥田シェフは地方再生のレシピという書,あの書籍も出版しておりますが 魅力的な食材が生まれたフードや文化など、地方や農業の伝えきれたない魅力にも着目して、皆様の方に提供し、それが地方再生とつながっているいくかと考えております。例えば、規格外野菜の活用もその一つです。味の何ら変わらない規格外野菜を活用することによって、消費者の意識を変え、持続可能な農業につながるわけでございます。 食のリテラシーを高めることによりまして、消費者の使う責任、そして農産物の魅力発信にや無駄にしないなどの、シェフや生産者による作る責任に結びつけたいと思っております。この写真がですね、アグリッチ,チャーノで提供しました料理の一例でございます。これらのコンセプトを会員限定の冊子や動画、奥田シェフのレクチャーを楽しめるイベントなどの特典として楽しむことができるようになっております。 そしてデジタル会員権はブーストリーの流通プラットフォーム、iBet にて昨年8月に発行いたしました。まあ、現在、セカンダリー市場の仕組みを準備しているところでございます。まあ、こうした実証を重ねますと、この仕組みが確立すればですね、全国各地の生産者やさまざまな分野のシェフとの連携など、応用パターンは無限に広がるかなと思っております。そしてこの仕組みはですね、東京が起点になることが重要かなというふうに思っております。 東京はご案内通りミシュランガイドで世界で最も星好きレストランが多いという強みがあります。また人口1400万人という消費者がございます。東京の皆さんが料理を通じて地方とつながり食のリテラシーが高まるわけでございます。まあ、デジタル会員権が発展しますと国内外からの観光客にもアプローチすることにができると思っています、えー。東京が起点となり食に関する SDGs 最先端都市モデルを に貢献したいと思っておりますぜひアグリチャーの皆様を応援いただければと思いますどうもご清聴ありがとうございましたありがとうございました太野様よりプレゼンテーションいただきましたありがとうございましたそれでは続きまして ESG 投資部門グリーンファイナンス知事特別賞を受賞されました ダイワーセットマネジメント株式会社によるプレゼンテーションですプレゼンテーターはダイワーセットマネジメント株式会社代表取締役社長松下幸一様ですどうぞよろしくお願い致しますただいま紹介いただきましたダイワーセットマネジメントの松下でございますどうぞよろしくお願いします今回はですね新たに設けられた えー、グリーンファイナンス知事特別賞を受賞をさせていただき、えー、妨害の喜びというふうに思っております。えー、当社はですね、えー、2年前のおおお12月にですね、60周年を迎えた、創業以来60周年を迎えた、えーまあ、日本の運用会社でございます。 ESG の考慮を求めるですね。六つの投資原則を定めた国連投資原則 PRI 発足時の証明機関の一社であります。ESG 投資という分野においてはですね、主に企業価値向上を目指せエンゲージメントと投資インを通じた ESG 投資機会の提供に取り組んでまいりました。 それでは今回受賞に至ったですね、カーボンゼロを目指す新しい投資の普及について、当社の取り組みをご紹介したいと思います、えー。地球と人類の未来のために、今私たちができることとは何か、こうした思いをもとにですね、カーボンゼロを目指す新しい投資の形をご提案するため、当社はカーボンゼロ、 対象カーボンゼロと言いますけれども脱炭素テクノロジー株式ファンドを設計いたしました、えー、大和証券グループでは昨年8月にカーボンニュートラル宣言を策定公表していますカーボンニュートラル宣言は脱炭素社会の実現に資する投資機会の提供を重点方針の一つにしており今回東京金融省を受賞させていただくきっかけとなって ト当フ,ファンドはそうした脱炭素社会につながるソリューションを提供する企業へ源泉投資をしてですねファンドとしてカーボンゼロを目指す国内初のファンドでございますまた NPO を通じ植樹を存続する限りファンドが存続する限り続けていこうと思っております ファンドとしてカーボンゼロを目指すとはどういうことかということをご説明したいと思います。当ファンドでは、脱炭素社会実現に貢献するソリューション企業にグローバルに源泉投資を行います。投資した企業が展開するソリューションによって脱炭素化が進むこと、ファンドとしては、これらの企業の利益を享受することが第一の目的になります。 同時に投資先企業は、企業活動により CO2 を排出しますので、この CO2 を相殺するようにです、ね、当ファンドの助言会社であるカンドリアム社というベルギーの会社があるんですが、ファンドの外でグリーンプロジェクトに資金拠出することで、カーボンゼロを目指し、オフセットしてです、ね、ファンド全体としてカーボンゼロを目指すと。 いうことを掲げておりますこれは徹底的にカーボンゼロの社会をの実現を目指す投資の形といえるのではないかと思っておりますファンドのインパクトは投資家の皆様に分かりやすく定期的かつしっかりと開示していきます毎月発行している e s g 関連レポートでは当ファンドへの投資が社会へどのような影響を与えているか 二酸化炭素の排出量、SDGs スコア、e s g スコアなどの数値を用い分かりやすく説明しています。e s g 関連レポートに加えて、今後は年1回、インパクトレポートも発行していこうと思っております。当ファンドはです、ね、今、紹介しましたが、e s g 投資のパイオニアとも言うべき ベルギこのカンドリアム社はですね、25年のサステナブル投資経験を有しですね、世界で最も ESG 投資に秀でた会社の一つです。カンドリアム社も当社と同様に PRI 発足当時からですね、署名をしている会社でございます。 Uh, uh, ここで、カンドリアム社の CEO、ナイムさんからメッセージをいただいておりますので、ご覧いただきたいと思います。Good afternoon. I、e、I'm n a e m a b u j o u d the CEO of Candream and the Chairman of New York Life Investment Management. First, I would like to thank g o v e r n o r s Koike for her presence today. I also wanted to thank the members of the Tokyo Financial Awards Committee and, of course, all the investors of Tokyo for giving us the opportunity to receive such prestigious awards. Of course, none of this would have been possible without the Daiwa Group, Daiwa Asset Management, and its CEO, Mr. Matsushita. Thank you for your partnership and trust. We are very proud to support you and your clients. Candriam has been a pioneer and a leader in sustainable finance for the last 25 years. our commitment is not only to deliver financial and extra-financial performance to our clients, it is also to educate and to accompany investors to make a positive impact on society with their investments. this is exactly what has been at the root of our carbon zero fund. this product is the recipient of the esg know-how we have built over the years.

これまで主に運用面に関してご説明をしてまいりましたが、一方の NPO を通じた植樹活動への取り組みについて付け加えたいと思います。当社と大和証券をはじめとする販売会社はです、ね、ファンドの残高に応じて、東京都認定 NPO 法人、環境リレーションズ研究所へ寄付を行うことで、植樹活動を支援いたします。 初回の食事はファンド設立1周年の本年6月ごろを予定しております加えて毎年2月末にですね500万以上の残高保有の受益者の皆様には森の成長を見守っていただくシンボルとして植樹証明書をお届けしたいと思っています残高に応じた植樹はファンドが存続する限り毎年続けお客様とともに長期の視点で えー、資産を育てまた森の成長を見守るという循環につなげていきたいと思います植樹地は全国各地を予定しておりますが、えー、そのうち東京都の檜原村に1000、えー、本植樹する予定にしております後ほどその内容を目録として、えー、宮坂副知事にお渡したいと思いますどうぞよろしくお受け取っていただきたいと思います 脱炭素の投資で皆様とともに資産を育て森を育てる投資家の皆様都民の皆様には世界が目指す脱炭素社会実現に対し我々と共に未来へ歩んでいけたらと願っていますご清聴ありがとうございました松下様ありがとうございましたそれではここで審査委員長 山岡博美様より ESG 投資部門の審査公表をお話しいただきます山岡様お願いいたしますはい、えー、今回も本当にあのエンジョイさせていただきましたし堪能させていただきましたあの昨年の世界の政策アジェンダで出スタンソーが非常に大きなテーマとして浮上したわけですけれども非常に高い目標野心的な目標であるとは思います ただこういった目標を掲げると本当に民間から多くのアイデアが出てくるんだなぁとここは感覚いたしました順に一言ずつ申しさせていただきます、えー、ますず SBI キャップさんあのインドは例えば2030年、2050年脱炭素目標をかけてますけど2030年、2050年の世界では圧倒的な人口では世界最大の大国になるということであります。 ですからインドの取り組みというのは世界が見守っている世界にとっても重要であるということかと思いますこの中でやはり SBI キャップさんはいろんな方々とむしろ積極的につながれて自分たちのガバナンスを確保しようとしておられる取り組みこれが素晴らしいなと思いました今世界ではこのグリーンファイナンスというととかくそのグリーンウォッシュの問題が出てくるわけでありますけれどもこの中でさまざまなステークホルダーとつながって 自分たちのガバナンスを確保しようという取り組みそこを高く評価させていただいたということでありますそれから野村ホールディング様こちらは何といっても東京は世界一の美食都市そして日本の農産物は今世界から非常に高い評価を受けておりましてそれこそ香港とかシンガポールで非常に高く評価する方々多いわけですね。 私はもともとブロックチェーンというものを仮想通貨や暗号資産だけに使っているのは大変もったいない話だと思っていたわけでありますこのトラッキングというものを使って原産地証明であるとかこの野菜この果物は本当に素晴らしいんだということを証明する手段に使えないかというふうにかねがね思っておりましたそしてもちろんおいしい食材は素晴らしいシェフに料理していた方がいいわけですですからこの野村さん取り組みというのはまさにこの新しい技術というものをこの えー、食の世界に組み合わせたこの発想の素晴らしさ、ここを高く評価させていただいたということであります。えー、それから大和証券ア、まあ、セットマジュメント様ですけれども、えー、こちらはやはりあのファンド単位でのカーボンゼロ、えー、カーボンニュートラル、この取り組みですね。 あのまあ、我々も含めてあらゆる生物の実は炭素化合物でできてるわけですね。で動物は酸素を吸って二酸化炭素を出して呼吸をしないと生きていけないわけです。ですからこの脱炭素化の取り組みをあの突き詰めていくとじゃあなんだお前らが生きてるのが良くないとお前らが生きて活動するのが良くないとこういう話になりかないわけでそういう世界を実現したいわけではないわけですね。ですから人間が生きていく動物たちに生きていくということとカーボンニュートラルエミッションゼロを 実現しようと思えばある取り組みを他の取り組みで補うそういう取り組みは絶対必要になってくるわけですこの中でパンド単位でカーボンゼロを目指すそういった取り組みというのはまさに金融だからこそできることそうでなければじゃあ統制経済でないとカーボンゼロは達成できないのかという話になってしまうこの中である金融がそれぞれの間のやり取りというものを使って プライシングとリスク評価を使って総合的なカーボンゼロそして人間にとっての社会の雇用のマキシマイズこれを両立させていくこの取り組みというのはこれからぜひ必要になってくるだろうと思い高く評価させていただいたということであります。えー、この場をお借りし最後に、えー、この ESG 部門もです、ね、ご応募いただきましたすべての方々に熱く感謝を申し上げていたいと思いますありがとうございました。 山岡様より ESG 投資部門の審査公表いただきましたありがとうございましたさてここで小池百合子東京都知事より受賞企業の皆様へビデオメッセージをいただいておりますのでどうぞご覧ください皆様こんにちは東京都知事の小池百合子ですえ今日は東京金融省の表彰式にご参加いただきありがとうございます 山岡委員長をはじめ、審査員の皆様のご協力に厚く御礼を申し上げます。そして、受賞された企業の皆様、誠におめでとうございます。え今回で4回目となる東京金融省、応募138社による厳しい競争を受賞企業6社の皆さんが見事勝ち抜かれました。 金融イノベーション部門では日本で働く外国人向けに金融サービスのプラットフォームを提供するサービスが第1位となりましたさらに不正な銀行口座開設の防止 AI を活用した保険金支払い時間の大幅な短縮など社会活動の解決につながる革新的なサービスが選定されています ESG 投資部門の方ですがこちらはカーボンゼロを目指すファンドの創設が今回新たに設けられたグリーンファイナンス知事特別賞に選ばれていますブロックチェーンで農業と食を結ぶ取り組みやインドにおける気候変動などの解決に向けた取り組みも高い評価を受けていますいずれも金融のデジタライゼーションや ESG 投資の拡大に寄与するものです 現在、東京都が進めているコロナ禍からの持続可能な回復サステナブルリカバリーにもつながる素晴らしい取り組みです今回の受賞を機に東京でビジネスをさらに広げますますご活躍されることを強く期待しております力を合わせ世界をリードする国際金融都市東京を作り上げてまいりましょう今日は誠におめでとうございます 小池百合子東京都知事よりビデオメッセージでの祝辞でしたありがとうございましたそれではただいまよりトロフィー授与並びに受賞企業の皆様とプレゼンター東京都副知事宮坂学並びに審査委員長山岡宏美様との記念撮影を行いますなお新型コロナウイルス感染症対策のため 直接のトロフィー授与を割愛し受賞事業者代表者様にはあらかじめお渡ししておりますトロフィーをお持ちの上ご登壇いただきますそれではまず金融,金融イノベーション部門から記念撮影を行います金融イノベーション部門第3位を受賞されましたトラクタブルリミテッドホッタ様ご登壇いただきたいと思いますそしてプレゼンターの東京都副知事 宮坂学並びに審査委員長山岡博美様との記念撮影となります堀田様この度は誠におめでとうございますそれでは真ん中にお進みいただきましょう3名で記念撮影を行ってまいりますお願いいたします ありがとうございましたおめでとうございますありがとうございました続きまして金融イノベーション部門第二位を受賞されました株式会社カウリス島津様どうぞご登壇くださいませおめでとうございますそれでは記念撮影をお願いいたします ありがとうございましたそれでは続きまして金融イノベーション部門第1位を受賞されました G バンクテクノロジーズ OU ラウル様どうぞ壇上へお越しくださいませおめでとうございますそれでは記念撮影を行ってまいります ありがとうございました素敵な笑顔でお答えいただきましたそしてここからは ESG 投資部門受賞事業者のトロフィー授与並びに記念撮影に参ります SBI キャップベンチャーズリミテッド CEO スレッシュコジコテ様は本日リモートでご参加いただいております間接的ではございますが スレッシュ様には画面越しにトロフィーの授与また記念撮影へのご参加をお願いいたしますえそれでは SBI キャップベンチャーズリミテッド CEO スレッシュコジコテ様との撮影でございますそれではカメラにお答えください ありがとうございましたおめでとうございましたすれしさまとの記念撮影そしてトロフィー授与をさせていただきましたありがとうございましたそれでは続きまして ESG 投資部門を受賞されました野村ホールディングス株式会社との 記念撮影を行わせていただきたいと思います野村ホールディングス株式会社サステナビリティ推進室長園部様でございますよろしくお願いいたしますおめでとうございますありがとうございました 続きまして ESG 投資部門グリーンファイナンス知事特別賞を受賞されましたダイワーセットマネジメント株式会社松下様でございますお願いいたしますえ <laughs> そしてここでダイワーセットマネジメント株式会社からは 東京都へプレゼンテーションで紹介のありました植樹プロジェクトの苗木が贈呈されますおめでとうございましたそして苗木のプレゼントありがとうございました皆様ありがとうございました

Utilizing the city's overall strengths, Tokyo will accumulate diverse financial players under the keywords green and digital. Open up your possibilities in Tokyo. We will support your success. Tokyo 2030, Global Financial City, Tokyo. 皆様ありがとうございました。受賞事業者の皆様、この度は本当におめでとうございました。ありがとうございました。それでは、これにて表彰式の全プログラムが終了いたしました。この後、10分間の休憩を挟みまして、3時40分より金融イノベーション部門一次審査通過事業者。 13社によるプレゼンテーションを執り行います今年度は金融イノベーション部門において16の事業者に東京金融庁の提供する支援プログラムへご参加いただきましたうち受賞事業者の3社には既にプレゼンテーションを行っていただきました残る13社についてもこの後のプログラムにてプレゼンテーションを行っていただきますご参加いただいた受賞事業者の皆様 および関係者の皆様、そしてご視聴いただきました皆様に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。